新型コロナウイルス感染症業態別対策のポイントを学ぼう居酒屋編というわけで、鈴蘭石です。どうも、すすきのよりも眠りません、鈴蘭山本です。どういうことだよお前は。新型コロナウイルス感染症を受けて、国が示した新しい生活様式の北海道内での実践に向けた新しいライフスタイルやビジネススタイル、それが新北海道スタイルです。今日はその新北海道スタイルに基づき、感染防止対策をしているお店から新しい店作りのポイントを学んでいきたいと思います。さあ、というわけで今回は月夜のたぬきさんにお邪魔しようと思います。いいですね、たぬきさんね。えい、行きましょう行きましょう行きましょう。こだわりの料理と豊富なお酒が宴会で楽しめるこちらのお店で対策ポイントを勉強していきましょう。はい、いらっしゃいませ。では2名様でしょうか。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。すみません、先にアルコールのかけるだけよろしくお願いします。アルコールですね。はい、やはり入店時にはありがとうございます。欠かせませんよね。可能であれば入店前の消毒に加えて、お客様への検温と体調確認も行いましょう。お店の感染症対策の取り組みを掲示して、お客様の意識を高めてもらうことも重要です。今日ご案内いただく東堂店長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、店長、幹事として言わせてください。我々発熱はもちろん、喉の痛み咳一切ございません。ありがとうございます。お前が幹事なのか知らないんですよ。幹事の人から団体内の状況を事前に聞いておけると安心です。行動履歴がバラバラで把握できていない団体の予約は極力控えましょう。さっき僕ら入ってきた時に、うん、カウンターについたてがあったんですけども、うん、あれは常に置いてあるんですか。そうですね、はい、今回のコロナでコロナで、はい、ついたても置いたと置くようにして、今まではなかったわけですよね。はい、まあ、喋ったりするんで一応ついたてを置いて。そこも、はい、あとカウンターなんですけれども、うん、何席ぐらい座れるんですか。実際は9席ぐらいある席ですね、はいはいはい、カウンターは、はい、でもまあ実質4席ぐらいしか使ってない。そこまで減らすってことですか。はい、そのお客様とお客様の距離を空けて、そうですね、はい、横の間隔。こちらはやっぱ団体さん。そうですよね。そうですね。今どうなってるんですか、宴会だとか。確かにそういう時はどうするんですか。あるわけじゃないですか。もう一応本当幹事様との相談ですね。まあ一応お勧めはできないですけど、まあやっぱり幹事様も電話の際に何名ぐらいの席ですかって、こう10名様で入っても何名ぐらいの席になりますかって聞かれるんで、やっぱり今はもう、はいはい、それはやっぱこうなるべく倍の20名様ぐらいの席を取って、こう席もジグザグになるように、はいはい、じゃあもうお客さんの数を減らして、うん、そのソーシャルを取りつつってことですか。そうですね、人数制限もやっぱしてるわけですよね、はい、うん、ソーシャルディスタンス確保のための店内レイアウトは、テーブルの距離を2メートル以上空けることが重要です。グループごとの接触を避けるためには、十分な高さのついたてで仕切ったり、換気の行き届いた個室で対応すると良いでしょう。ちなみに店長、マスクをされてるんですけど、あれですか、今はこう接客されてる時はずっとマスクをされてる。そうですね、今はもうスタッフ全員マスク着用が厳守ですね。もう徹底してマスクをされてるということですか、はい、基本的なことですが、服を清潔に保つことも感染症対策につながります。従業員の方は例えばその入店された時にこう検温だとか、そういったものは、そう、出勤時に必ず検温して、チェック表があるので。あ、チェック表があるんですか、はい、そうなんですね。体調の項目10項目ぐらいあるチェック表があるんで。そんなに10項目もあるんですか。ありますね、はい。一つでも当たってしまったら、やっぱり今状況が状況なんで、やっぱり2週間は自宅待機していただいて。あ、なるほど、そこは徹底してるんですね、はい。ちょっと店長、私ね、ちょっとメニューの方ね、見たいんですけど。あ、ちょっと待ってください、テーブルの上に何もないんですよ。確かにこれ、なんかこう居酒屋さんだったらね、大抵はこう調味料がね、こう置かれてあったり、小銭入れたら占いができる、懐かしいのを出すだろう。それはないか、さすがに。今がやっぱこういう状況なんで、はい、アルコール消毒全部しなきゃいけないんで、お客さん帰ったタイミングだったりで、お客さんが来た、はい、たびにこう置きにくいですね、はい、ずっと置いてたらね、中にはこう触ってしまうお客様もいらっしゃるかもしれないですよ ね、わざとではないけど。あ、はい、なるほど。使うたびにこうアルコール消毒されてるわけですもんね、はい、いや、そうですよね。すげえ。じゃあ例えば居酒屋さんとかで食べ終わった後に片付けるとき、
これでもちょっと怖くないですか。怖いですけども、うん、何かするたびにもう手にアルコールですね。料理ドリンク運ぶ、あの極端に言ったらですけど、はい、料理ドリンク運ぶ以外にしたらもうアルコール、片付けたらすぐアルコール、はい、例えば下にゴミが落ちてそれも拾ってもアルコールってことですか。はあ、い、そうなんですか、はい、ちょトイレとかってどうなってるんですか。トイレももうペーパータオルですね全部。あ、そのジェットタオルではなくて、はい、ジェットタオルはもう全部使わずに消毒も至ってみたいな、はい、消毒も全てですね。はあ、すごい徹底してるな山本な。いや本当にね、うん、この厚焼き卵は徹底してますよ。何の話してる何の話してんだよ、うん、他にもあるでしょ。ああそうだ、ね、例えば換気なんですけど、ね、なんかこう音が聞こえますね、うん、ずっとゴーって聞こえますけど、うん、換気に関してはどんな感じなんですか。そうですね、あの空気回すためにも全部各部屋についているので換気するスイッチが、はい、あれでも全部、はい、入り口も開けて全部空気を循環させるように。店長、お会計ってキャッシュレスの方法とかいろんな方法をやってるんですか。そうですね、もうキャッシュレスがもうほぼ全部導入しているので、はい、お会計時はなるべくキャッシュレスにしていただいて、まあ、なるべく手渡しとはしないように。接触はなるべく避けてやるってことなんですね、はいはい、レジカウンターに飛沫防止シートを取り付けることでよりリスクの低い安全な会計処理が可能です。やっぱ来るお客さんもちょっとそういう店の中とか分かんないんで、これだけ出てる人はすごい安心しますよね。そうですね、なるべく安心していただけるようにお店ではやれることは、はい、これは安心するね。いや確かにね、もう安心、うん、やっぱ刺身の盛り合わせは安心ですよ聞いてなくない話、居酒屋においてね、聞いてなくない、これだけはもう、ね、これだけは安心、うん、どれ頼んでも安心、美味しそうやな要するに何か食べたいみたいなので、月夜のたぬき名物の刺身の盛り合わせとたぬき特製厚焼き卵をお願いして作っていただきました。さあ料理が運ばれてきました。いやー美味しそうですね。ねえ、いやでも待ってましたから、ね、しっかり対策されてると思うと、安心して楽しみますよね。ます。いやまあもう状況が状況でこうなってしまったので、はい。はい、まあこの先そうですね、まあ、これが落ち着くともまあもちろん思えないですし、はい、落ち着いては欲しいですけど、はい、まあ、この先まあこれとまあ付き合っていくしかないとまあ思ってますので、まあ、会社としても、まあ新しい今とはまた新しい売上の作り方であったり収益の作り方、まあ、やっぱり新しいことへの挑戦をしていかなければやっぱりまあ生き残っていけないなと。はい、はあ、素晴らしいですね。やっぱり客側の僕たちもやっぱりお店に頑張ってもらうためにやっぱしっかり対策に協力していかないといけないよな山本な。うん、この卵とやっぱりあの、うん、とびっこのご飯が、うんうん、絶妙ですね。誰が食レポしたのすごい食べ方したの誰が食レポするって言ったんだよ皆さんも新北海道スタイルをもとにお店の状況に合った感染症対策に取り組んでいきましょう。